一郎43の成績やばすぎる。こちら一郎選手の成績バケモンとなっております。今思うとバケモノやな。吉田、筒香、秋山は何だったのか。一郎の凄さがよくわかる。日本人野手は下手にすらなれない。数字だけは立派だから目くら目的に持ち上げられてよいよな。林予備校にしてはまだっす早いやろ。そりゃ殿堂入り確実のレジェンド選手やし、一郎がやばいのって長期離脱ないことでしょ。全盛期でこれってしょぼくないか。大谷の前は一郎がナンバーワンとか言ってる人多いけど思い出補正やんけ。こんな一郎でも WBC の後一通かなんかで休んでたよな。一郎って体細いイメージ植え付けられてるけど、実際メジャー戦績はリードオフマンとしてはかなりがっしりしてるぞ。25くらいでデビューしてたらな。一発殿堂は一郎ミゲレラトラウトくらいやろ。やっぱ全盛期の一郎は今でも通用するわ。バウアーもそう言うてるしな。43で2桁盗塁してるのもえぐい。この年の成績が前年から持ち直したのって何がでかかったんやろ。本人が語ってるの聞いたことないんやけど、なんか言ってたっけ。マーリンズ一郎とか当時完全に終わった人扱いされてたのに。ご視聴ありがとうございました。